ピンクカメオは日本の競走馬である。2007年の NHK マイルカップを制した。馬名は芍薬の一種に由来する。1999年スプリンターズステークスなど G12 勝のブラックホークの半妹としてパカパカファームで2004年4月24日に誕生した。その後2004年のセレクトセールで前述のブラックホークの馬主である金子正人に7100万円で落札された。2006年7月1日に後藤弘樹の騎乗でデビューする。単勝一番人気に応えて勝利。この時の6着馬は2010年の安田記念を制する昭和モダンだった。続くマリーゴールド賞からは海老名正義が騎乗する。この競争では2着と敗れるも、次走のくるみ賞では勝利を収める。その後、阪神ジュベナイルフィリーズに挑戦するも8着に敗れ2006年を終える。明けて2007年、3歳となり菜の花賞に出走。後の重賞ウィナーとなる湘南タレントエクスキューズを抑え勝利を挙げる。これにより、賞金的に桜花賞への出走が可能となったため同レースに直行するローテが取られたが、菜の花賞で下した2頭にまで敗れて14着と大敗する。桜花賞の次走には NHK マイルカップが選ばれた。後に調教師の国枝が明らかにしたところでは、これは金子オーナーが NHK マイルカップは験のいいレースだからとのことで出走を頼んできたとのことで、国枝も金子の強い運に乗る目的でこれを承諾したという。桜花賞での大敗に加えて、牡馬相手ということから18頭中17番人気と大きく人気を落とし、安城も当時地方競馬の大井競馬場所属だった内田博之に乗り換わりとなった。レースは好スタートから道中、折り合い直線で一度最後方まで下がるものの、その後外に持ち出してからは鋭い追い込みで全馬を抜き去りJプニー競争を制覇。内田と生産牧場であるパカパカファームに初めてのジャラヨプニー勝利をもたらした。なお、このレースでは3着に最下位人気の村正の羊頭が入り、3連単は973万円を超える、当時の重賞史上最高額となる高配当となった。その後、中1週の厳しいローテーションながら優秀牝馬に出走。当日に地方所属馬の出走がないため内田が騎乗できず、ウオッカが東京優秀に出走することで空いていた4位、博文に乗り換わる。レース前から距離が長すぎるという不安が囁かれていたが、内から伸びて5着に入り掲示板を確保した。次走は安城に再び、内田を迎え、ローブデコルテと共にアメリカンオークスに出走する予定であったが、体調不良で断念し秋に備え放牧休養に出される。秋は、ローズステークスから始動。桜花賞馬ダイワスカーレットや優秀牝馬2着の、ベッラレアなどの競合が揃う中、4着に入った。秋華賞14着後は10月31日に行われる第7回 JBC クラシックに出走登録を行ったが、補欠馬のため出走に至らなかった。結局、NHK マイルカップ以来のマイル戦となるマイルチャンピオンシップに出走も9着敗退。次走は初のダート競争となる。クイーン賞に出走し5着に敗れる。2008年はキーンランドカップ後に9節を痛め秋を全休。6戦し、ビクトリアマイル6着以外は、すべて2桁着順と不本意な成績に終わる。翌2009年復帰2戦目の中山牝馬ステークスでは、ブービー人気だったが、ラストランとなったキストヘブンの2着と、交走し、波乱を演出した。その後、4月25日の福島牝馬ステークスでは2番人気で出走。レースでは3番手を追走するも逃げるブラボーデイジーを捉えることができず、また馬場の内側から伸びたアルコセニョーラにかわされ4着に敗れた。その後、ビクトリアマイルへ向けて調整が進められていたが5月14日に左第3、中手骨剥離骨折が判明し同競争への出走を断念した。その後、2009年8月19日に調教師の国枝は左の臼折にもやもやしたところがあり、万全の状態でレースに持っていけないとしてオーナーとの協議の結果、現役を引退して繁殖牝馬になることを明らかにし、8月20日付で競走馬登録を抹消した。その後は北海道千歳市の八代台ファームにてつなぎをされている。引退後は八代台ファームで繁殖生活に入り、2011年2月13日に初子となるディープインパクト3区の影の牝馬を出産。2012年にはディープインパクト3区の影の牝馬を、2013年はディープインパクト3区の黒影の牝馬を出産。初子ブルーロータス、2番子ピンクシャンパンともに未勝利に終わったが、3番子のフライングレディが勝利を挙げている。ありがとうございます。